そうじゃね、夏休み終わることだし、クラスメイト皆さんからいただいたメールを紹介していきましょう。どういうことですか。夏休み終わるとメールを読むみたいなのありました。なんかちょっと言ってみようかなって。何も考えてなかった。そういうの大事ですから。そうだよね。じゃあ僕はいいですか。はい、どうぞ。クラスメイトネームギギギ何何ギギギギギさんです。ギギギギギさん、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ベシさん、カジ君、こんばんぐらる。こんばんぐらる。いつもめっちゃ楽しく拝聴させていただいてます。はい。この前仕事場で会ったことなのですが、うん、その日ミーティングの進行役をしてくれていた同僚が、はあ、ベッシ参照でを噛んだのか、うん、ベッシ参照でと言ってました。俺を参照してくれよ。瞬間、うん、私の頭の中は、うん、ベッシさんを参照するの、うん、一体どんなと遠くへ、うん、気づかぬうちにニヤニヤしていたらしく、周りの人たちからどうしたのと注目を浴びてしまいました。とても恥ずかしかったです。全くどこにどんな罠が仕掛けられているか分かったもんじゃないですね。気をつけたいと思います。それではこれからもグララジ楽しみにしてます。お疲れ様でした。やべえ、それ面白い。この子なんかふんわりしてますね。いいね、それね。クラスメイトネームのギーギーギーとはちょっと打って変わっていいね。まあそうだよね、そんな罠いっぱいあるよね、意外と ね、気づかない。僕もこの間別のラジオで、うん、まあ、テラシーと一緒にやってるラジオですけども、僕は水を飲む瞬間に、うん、テラシーが、うん、面白いことをしてきたんですよ、うん、吹いちゃって、うん、年に一回吹くか吹かないかぐらいなんですけど、うん、まさかそれがラジオの本番中に起きてしまうとは、全くどこに罠が仕掛けられてるか分かったもんじゃない、ね、分かったもんじゃないですね。シーベイさんどうですか。僕のね、三照さんはこの間ですね、ビアホール行ったんですよ、うん、お、ビアホールに行きまして、はい、まあ知り合いのね、うん、マネージャーさんも一緒に来てらしたんで、うん、まあビール俺が飲み終わって、うんうん、あ、じゃあ私がビール持ってきます、ついていますって言って、あ、すいません、ありがとうございますって言ってビール渡したら、もうね、中身と泡の対比が1球くらいになってて、泡が9、泡9でしたね。逆に難しいね。そうですよね。すいません、ビール入れるの難しくって、いや、罠がどこに仕掛けられてるか分かったもんじゃないですね。せめてね、ちょい泡が多い、ね、4、6ぐらいだったらあれですけど、いや、1球は久々に見ました ね、ほぼ泡ですからね。泡ですよ、もうつい写メ撮っちゃったもんね。気をつけにはなりませんはい、はい、じゃあ次行ってみましょう、はい、こちらクラスメートネームあゆむさんですね。ありがとうございます。こんばんぐらる。こんばんぐらる。いつも楽しく吹き出すのを必死にこらえながらラジオを聞かせてもらってます。どこにどんな罠が仕掛けられてるか分かったもんですね。刻んできますね、今回は。たまたまですけど ね、はい、うちの母は、はい、バーゲンや値引きが大好きなんですが、それゆえにとにかく定価で物を買うのが嫌いです、うん、いつも一緒に服を見に行っても定価だとめったに購入しません、うん、なのにいざ翌週同じ売り場に行ってその服が他の人に買われてしまっていると、あー買っとけばよかったと毎回肩を落としながら瞬間しています、まあ、わかる、ね、確かに半額で欲しかったものが買えた時の嬉しさは私にもわかるのですが、うん、なかなか高いリスクを伴うので、こんな時お二人なら定価でも欲しいもの買いますか、それとも値段が下がるまで残ることを祈って待ち続けますか、よかったら教えてください。まあ物によりますよね。そうだね、うん、まあだからちょっとだ高いなと思うものだったら、高い洋服とかだったら、うん、まあもし売れ残ってたら安くなるもんですかね、うん、お店側も多分売っちゃいたいでしょうし、まあでもそれがこう、まあなんだろう、いっぱいあるものだったり、うん、こう明らかに売れちゃうだろうなとか、うん、限定っぽそうだなと思った時はもう思い切って買っちゃうかな。いやでもそう、買っちゃうのが正解だと思う、うん、なんか本当に欲しい時が旬だから、やっぱり自分の中でもさ、ね、俺もだから迷わずに買っちゃうね。そうだね、そういう時は、うん、あるある。そうそう、でまあ欲しいものをそのバーゲンセールの時とかに発見できたら、まあめっけもんかなみたいな。うん、やっぱラッキーって考えると ね、まあ、ねバーゲン待ちっていうよりも バーゲンでのこう出会いよね。そう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 、だからバーゲンじゃなかったら買わなかったけど買っちゃったみたいなことも多分ある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 でしょうけどね。全然あるよ、うん、出会いです ね一期一会でございますね。はい、はい、さあ次いきますよ。クラスメートネームやっ